MC です。この度、はい、1年ぶりの LMC のニューシングル完成いたしました。はい、マイフェイバリットモンスターというタイトルの今作、うん、はい、前作のダブルドラゴンの、あのバンドサウンドというか、はい、からは一転して、うん、今回はなんとも、はい、なんというんですかね、ああいうね、EDM ですね、エレクトロドミックダンスミュージック、この、はい、そういったタイプのね、うん、楽曲、まあ今までなかったこともないんですけど、うん、シングルとしてはもうほとんど、出してきてないというか、特にそうですね、この今作のマイフェイバリットモンスターほどこう、うん、なんていうのかな、こう振り切ってるというか、うん、楽曲のタイプが振り切ってるのはね、うん、初なんじゃないかなと、そうですね、思います。はい、12月11日、うん、発売となるこのシングルなんですが、はい、ミュージックビデオの方も、うん、まあ新たな試みというか、なんていうんですかね、まあ見てもらうのが早いんですけどまあよりねリズミカルだし、うん、まあ、ビートを感じれるようなね、まあ、楽曲自体もかなり、まあ、歌物というよりももっとこう、うん、ね、踊れる曲みたいな、うん、でクールな、ね、楽曲になってるんで、うん、そういうのが、はい、映像のね、そのミュージックビデオにも反映されてるんじゃないかなと思いますね、うん、そしてその、リリースの形態としましては、はい、通常版と、うん、そのミュージックビデオがつくのと、うん、もう一つ、はい、なんていうんですかね、 T シャツ、そうですね、がついてる、なんか完全初回限定版みたいな、こんな感じの箱が、パッケージがね、でかいですね、相変わらず、でかいですね、まあ、T シャツ入りますからでかいですよ、ね、これサンプルなんですけど、はい、これは、うん、予約せねばならない、まあ、予約しないと、あまりなんていうんですかね、店頭に置かれないお店もあると思うんですよ、特に地方とかの、はいはいはい、小売店とかだ と、ちょっとサイズでけえよって話で、あのね、自分がね、はい、店主やってたらね絶対置かないですあの俺もあのね置くっていうかね、あレジの後ろのこのあそこあそこに置いてくれたらまだいいけど、ここにも入れとこうかなっていう、だからこれは、うん、平積みっていうかこうね、ではしにくい、うん、もうそうですね、はい、ぜひ予約してね、そうですね、手に取ってほしいなと、予約してもらえればおそらくまあ買えると思うんでね、うん、もし店頭で仮に断られた場合とか、うん、断られるんですかね、つまらないですけどまあそういう場合はね、いろいろまあ Amazon だとかね、はい、まあそういう今言うと例えば楽天だとか、うん、まあ、そういうところのねウェブショップでも買えると思うんでね、はい、そういうのも利用してもらったりしてゲットしてもらえるといいんじゃないかな、前回はね、はい、あのダブルドラゴンのフィギュアね作ったり、はい、今回はこんな箱付きの、そうですね、うん、まあなんかやらかしてますね今回もね、そうですね、こんなのねなかなかね作れないですよね、でもやっぱこうジャケット大きいんっていいっすよね、なんかこう昔 LP とかあったじゃないですか、レコードね、レコード版ね、まあそれよりはまあ大きくはないんですけど、うん、やっぱこうジャケットのねデザインしがいがあるなっていうね、うん、大きいとね、これがだから実際に手に取ってもらった方が、うん、なんてありがたみがあるというかね、なんていうのかな、うん、残しておきたいものっていうか、うん、やっぱ CD もね、いろんな携帯で聴ける世の中なので、はい、もう手に入ったら以上ってことになってしまいがちなんですけど、はい、こういうのがあると我々的にはテンション上がるなと思って用意してみたんでね、はい、ぜひ用意、うん、予約して手に取ってほしいなと、うん、そうですね、思います、はい、そんな LMC、うん、ニューシングルが発売となるわけですが、はい、来年にはね、パーフェクトファンタジーっていう、はい、アルバムも出たり、その先にツアーもあったり、うん、ほら、みんな喜んでる声聞こえますか ね、 ね、聞こえないと思います、聞こえないかな場は盛り上がっております、とりあえず国内のツアーなんですが、
細かく回っていこうかなと思うので、はい、とりあえずマイフェイバリットモンスターいっぱい聴いてもらって、この T シャツをね、そうですね、着てライブ遊びに来てほしいなと、はい、思います、もう2013年もそうですね、もう残りわずかですからね、うん、1ヶ月ちょいかな、1ヶ月ぐらいみたいな、はい、今年も、うん、素敵な1年でした、来年もいろいろ計画しておりますので楽しみにしておいてください。そんな感じで、はい、LMC でした。